ヨハン・カール・ルリッヒ・ヒベールはドイツの画家である。ドレスデンの美術学校で教え、文学者のルート・ビヒティークの芸術家サークルの一員として活動した。現在のリトアニアのリガの商人の家に生まれた。父親の反対を受けたが、画家になる道に進み、1824年にドレスデンの美術学校に入学した。美術学校ではアルテマイスター絵画館の館長でもあった。 ヨハンフリードリヒマテイに学んだ。1825年にはパリに移り、風景画家のジャンビクトールベルタンに学んだ。パリでジャンバティスト・カミーユ・ユコローと知り合い、コローと1826年までローマに旅した。1927年から1929年にもローマに旅し、デンマークの彫刻家、ベルテル・トルバルセンやチロル出身の風景画家、ヨーゼフ・アントン・コッホと知り合った。 夫人に説教するヤンファンライ伝承造画家として働き始め、1832年にドレスデンに定住し、歴史がも描いた。1929年に歌唱の娘と結婚したが、妻は早くぼーった後の1832年に再びローマに移った。この時にはベータンフォンコルネリウスやオラースベルネと知り合い彼らから影響を受けた。リガで働いた後、 1836年にドレスデンに落ち着き、1840年から美術学校で教え始め、1846年に教授に任じられた。ドレスデンでは文学者のルートビヒティークを中心とする芸術家のサークルに加わり、詩人のユリウスモーゼンらの友人となった。ドレスデンで亡くなった。孫に文学者のマンフレート、キューバや科学者のアルトゥルハンチュがいる。 ありがとうございます。